ミニ雪見大福雪見大福2009年パッケージデザインの中身雪見大福は1981年10月にロッテが日本で発売した評価で同社の登録商標である2008年以降はロッテアイスが販売しているアイスクリームの外側を薄い牛皮で包み大福のように丸く成形した冷夏である使用されるアイスクリームはバニラ風味が基本であるが 限定生産でそれ以外のものも売り出されることがある。2個入りは発売から長らく冬季限定の販売だったが2018年4月より通年販売となった。9個入りのミニ雪見大福は発売当初より通年販売。厚生労働省の規定ではアイス魅力に分類される。温かみあるイメージの強い和菓子の大福餅と冷たい。 洋風のアイスクリームを食材として組み合わせている。前年の1980年9月にマシュマロにアイスクリームを入れた綿帽子がヒットし、雪見大福はこれをもとに開発された商品である。大福とアイスクリームのいわゆるミスマッチの業は広告でも巧みに訴求され、こたつのある和風の家の屋内を大福のイメージに窓や庭先から眺める雪景色を アイスクリームのイメージに重ねて、大福と雪見を自然な光景の中の馴染みある取り合わせとして演出して見せていた。パッケージデザインの赤と白も同様のコンセプトを元にしている。発売以来10年余りの間、アイスクリームはバニラ味のみであったが、1992年以降、バリエーションとして限定発売ながら、いちご味やチョコレート味なども登場するようになり、 そういった新商品の中には定番化したものもある。しかし、基本的には変わることなくオリジナルのバニラ味を中心に販売されている。バニラ味は年商70億円を毎年売り上げている。また、1984年にはカルシウム、鉄分など成長期の児童に必要な栄養成分を強化した学校給食向けの商品が開発された。製品。 製法は特許化されている。1981年出願の製法特許はすでに、権利期間が満了しているが、2001年3月19日出願の、特許出願は2009年5月29日に特許431万5607号として登録されている。2008年、モンドセレクションにおいて、金賞を受賞した。毎年11月18日はロッテが制定した。 雪見大福の日となっている。11月は E の語呂合わせでパッケージの蓋を開けて縦に見た時に付属のフォークと雪見大福二つで18に見えることから。本来、餅は低温にするとカチカチに固まってしまう。そのため、雪見大福は糖類や澱粉などを加えて柔らかく、口当たりが良いように加工されている。反面、気温が高い場合、 餅はすぐに食べないとドロドロに溶けてしまいがちである。この食材から来る制約のため、販売は陶器が中心となっている。通常パッケージは、トレーの丸い二つのくぼみにそれぞれアイスクリームが収まり、棒状のくぼみにフォークが付属する。蓋は左右どちらのアイスクリームからでも開けられるように、開け口を二箇所設ける工夫がされている。定番のバニラ風味の蓋は、 赤字に降る雪を背景に、中央に白いアイスクリームが描かれたデザインだが、稀に雪がハート型になっているものがある。また、バニラ風味以外の商品では、背景色はそれぞれ商品のイメージに合わせて、赤以外の別の色でデザインされている。2006年以降、演技担ぎ商品がソロ年末年始、受験シーズン中に通常パッケージよりも、雪見大福の 服の文字を大きく変更した縁起物パッケージが恒例となっており、毎年12月頃から同企画パッケージに切り替えて商品を発売している。ロゴは雪見大福の別バージョンで雪見大福や雪見大きな服等のレアデザインも登場している。女性アイドルを広告モデルに起用し、かつてのテレビコマーシャルでは伊藤司出演のもの、中山美穂出演のものがよく知られていた。 その他起用された女優等は以下の通り、ありがとうございます。